さばきましたこちらのヒレぐらいの大きさにしかならないんですね。はい、オスのアンコはですね、メスに寄生するように生活しているんですね。はい、でオスのアンコは、時期が来ますとメスのアンコに食べられてしまうんですね。はい、ですからそうですね、皆様に召し上がっていただけるアンコはほとんどがメスのアンコということになりまして、そうですね、6番目の群の卵巣が揃うということになりますね。はい、アンコはですね、春先に産卵をするんですね。はい、ですからその産卵の前の時期ですね、身が太ってまして、こちらの肝の方も旨味がありますね。はい、ですから今の時期が旬ということになりますね。産卵が終わってしまうと味がぐっと落ちてしまうんですね。はい、はい、ではこちらが6番目の布ですね、卵巣の部分ですね。はい、はい、では最後ですね、7番目、雷二の部分ですね。こちら真ん中に背骨が走っておりまして、こちらの両側の白い部分ですね、こちらが雷二の部分ですね。じゃあ外してまいります。はい、おー、うまそうだな。白くて淡白な身をしていますね。はい、もうちょっと切れそうな、すげえ切れそうね。7番目の第2の部分ですね。こちらも外してまいります。難しいと思うんですよね、はい、こちらが第2の部分ですね。はい、ふにゃふにゃしてるからあれですかね、包丁でなかなか入んないんですよね。じゃあこれでですね、ヒレから台まで全てのアンコウをさばいたことになります。皆様、どうか調理の中村に盛大な拍手の方をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、先ほど申し上げました通り、アンコウの、これ目方当てクイズ、体重当てクイズに移りたいと思います。先ほど中野の方からございましたように、本日は、19キロのアンコウということでですね、こちらのアンコウの重さ、小数点1桁、こちらを皆様にお答えをいただきたいと思います。この問題はですね、決して早押しなのではございません。手元にボタンありませんからね、手を挙げた者勝ちでございます。はい、者勝ちです。どうぞ。今日はちょっと低いですか。はい、19.5 19.5 ですか。はい、今日は一発ですね。これが10日の豪華景品でございます。皆様、小さいからといって侮ってはいけないものでございます。当館のマスコットキャラクター、アンコウちゃんのビーズストラップでございます。おめでとうございます。以上をもちましてですね、アンコウ吊るし切りの実演賞を終了とさせていただきたいと思います。皆様、ありがとうございました。ありがとうございます。